皆さんおはよう。今日は残りのコスメを全部整理していきたいと思います。個人的な意見には、なんかチークとかフロントとか入ってるコンパクト自身がすごいパケが可愛いことが多いような気がするので、今日は超目の保養だと思うはい、この中にはブロンザーとチークと両方混じって入ってます。やっぱみんな思わない、パケとかさめっちゃ可愛いやんね、やっぱりチークとか。はい、いつも通り全部出してから埋めていきます。入ってたら、はい、これで空っぽになりました。埋めていきます。やっぱ見ててすっごい可愛い、みんな。やっぱりパケが大きいものから埋めていこうと思います。製造してるとこ一緒なんでしょうね、これ。完璧に一緒なんですけどシャーレットテルバリーと 10A どっちも置いときます。 10A は色が濃すぎないのでナチュラルなのいいし、シャーレットテルバリーもお肌を健康的に見せてくれるので、ハイライターもブロンザーもすごくどちらも美しいです。トーンフォードのシェード&ライトのクリームなんです。ハイライターのやつはね、特に年配の方にすごくおすすめします。自然なツヤが出るんですけど、でもこれはクリームで古いので捨てます。パトリックスターとマックのこれミネラライズスキンフィニッシュ、これ一回も使ってないと思うので使いたいので置いときます。これベネフィットのダラスって、多分今までのチーク一番好きって言っていいぐらい好きだったんですけど、自然な日焼けが出るの色なんですけども、これお肌荒れしちゃうんですよね。なのでこれを捨てて、でその代わりに買ったのがこちらのパトリックターっていうセレブリティメイクアップアーティストの方のやつで、色がすごく似てるので、これフーダビューティーの、クリームコンタートシェーディング、クリーム系だとねシャネルのやつがあると思うんだけど、こっちの方が絶対いいよ。でマックの美容部位なだけにマックのコンパクトいっぱいあるんですけど、これは初めてマックで働き始めた時に買ったやつで、一緒に働いてる友達がおすすめしてくれた大事なやつなので置いといて、これどうしよっかな。これなんか欲しい子探します。すっごい可愛いんだけど、上にさオーバースプレーって言ってるラメがついてただけで、下はね微妙だったんだよね。これも欲しい子探します。もうセレーナ大好きなんで、これは絶対置いときます。ミネラライズスキンフィニッシュの中でも結構使ったんじゃないかなって感じで、こっちはね買えるんだけどこっちは買えないのね。でも好きなんで置いときます。やっぱマックのさ、こういう前のパッケージングすっごく好き。初めて PR もらったのがシグマで、その箱にこれ入ってたんですよね。なんかすっごく嬉しかった。当時めちゃくちゃ思い出が深い。メイクアップフェーバーのスカルプティングドー、当時 YouTube ですっごい流行った時があって、あでも使わないんです。まあ、フェンティービューティーのハイライター、フェンティーのね動画皆さん見たいですか？それ用に置いてあるんですけど、まあ置いときます。次にいっぱいあるのがこのカイリーのやつで、カイリーのハイライターのねテクスチャーが柔らかくてギラギラになります。でもすごくいい。カイリーのやつは基本的にすっごいマットになってしまうんですけども、この色がすごくセンスが良くて、ウィンターキッソってやつがブルーベースのピンクで、他にないチークの色があるので、これはエスティローダの景品でもらったやつなので使いません。これが発売されてた頃のマックを知ってる方がいたらすっごい嬉しい。ステリオローズとフェアリープレシャス、フェアリープレシャス今持ってるけどね、全然こんな綺麗なやつじゃないんですよね。好き、もう見てるだけでもう目の保養です。イケメン見てる時ぐらいの目の保養。マジでクリームチーク大好きな皆さん、トムフォードのスティッククリーム、もう冗談ならいいです。ちょっと高いかもしれないけど、もう買ってよかったなと思うものです。でこれはカラーポップバージョンみたいな感じで、まあ、プチプラの時とかやりたい時にいいので、これトムフォードのやつと似てるよ結構。これ大昔になんかもらったやつで、でも発色ゼロなんですよ。可愛いからって置いてあったんですけど捨てます。もう一個スマッシュボックスね、これ廃盤になっちゃったと思うんですけど、これもトムフォードのやつと似てます。マックのねこれアイシャドウでホーってやつなんですけども、これシェーディングにいいんですよ。パープルが強くて、ウェット&ワイルドのパウダー、まあいらないですね、捨てます。シャーレットティルバリーのピロートークのチーク、これお母さんとお揃いで買って、自然なチークの好きな方はいいですよ、梅干し色で昔のブロンザーみんな覚えてる、このパケ懐かしくない。でもまあ古いんで捨てます。見ての通りメイクアップフェーバーのブロンズフュージョン、固めたジェルのようなすごい面白いテクスチャーで、メイクしてないんじゃないかっていうくらいの自然さです。つい最近ホリデーで買ったばっかりのトゥーフェイストのこのジンジャーブレッドのブロンザー、可愛くない？これモルフィーのブロンザー、これジャクリンヒルがもう大好き大好きって言うから買ったんですけど、めっちゃオレンジでした。捨てます。やっぱりマックのチークとかいっぱいあるんですけど、モダンマンダリンが多分一番好き。オレンジがすごく強いけど、実際乗せるとね怖い色じゃないよ全然。一番お客様に売ったのがこのメルバって色誰にも似合う。でコズミックフォース、デインティー、マッカチーク1個選んでいいって言われたらね、多分デインティー選ぶと思う。もうベビーピンクな感じ、少しだけツヤも出るんですけど、これ日本人の方にはすごい可愛いと思う。一応マックはね働いてるだけに必要になるので、お仕事用に置いときます全部。とマックのブロンザー、これはリファインドゴールデン、これもね金のラメが入ってて、なんかたまにお客さんにラメは微妙って言われるんですけど、ラメは実際全然見えません。ツヤが出るだけで。バーバリーのメイクアップってあんまり知られてないんですけど、
これめっちゃ可愛いだけじゃなくて発色もすごくいいし、お花馴染みもめちゃくちゃいいです。ベッカのワイルドハニー、これも 4,5 年ぐらい前にめちゃくちゃ話題になったやつなんですけど、この色自身がもう少しベージュ色なのでお花馴染みがすごくいいです。男性でメイクしてるかわからないようなメイクしたい時とかはおすすめです。アラジンとマックのブロンザー、これもすっごいオレンジでした。これ絶対欲しい子いると思うので探します。ベッカのね、これサンプルのブロンザー、旅する時とかにいいので置いときます。メイカフォーエバーのシングルアイシャドウでミルクティーって色だったかな、シェーディングにすごくいいです。メイカフォーエバーはね、何年もすごく優秀。メイカフはあまり持ってないフェンティのこのブロンザー、ブロンザーもねそんなに減らないのでこの大きさで十分。ザーバームのこれサンプルのやつなんですけど、これはねちょっと日焼けしましたっていう汚ね本当に焦げてきましたみたいな感じの効果が出せて綺麗です。すごくこれはジルシュワートのこれセーラームーンみたいと思って買ったんですけど、あんまり好きじゃないんですよね。これ探します、欲しい子。タートのチーク使わないね、大昔の YouTuber みんなこれ使ってたんですけど、ラネージュのスティックコントはこれもクリームなんですけど、なんだかんだ言って 2,3 回使って使わないですね。捨てます。はい、多分一番好きなブロンザーはこのトムフォードの2番のテラという色です、ね、見ての通りめちゃくちゃ使いました。ミラーニのレッドヴィーノって言って、秋とか冬にすごく可愛いワインレッドのチークで、このパケもすごくない？ビクトリア・ベッカムとエスティ・ローダーの、エスティ・ローダーはね60年代か50年代ぐらいはこのいうパケだったんですよ。全部すっごいゴージャスで、でブロンザー自身も肌馴染みがいいどころかもう天国ですね。もう手に入らないんですけど、これはコレクターズアイテムです。そしてグロシエのこれもチークでもあり、ちょっとだけシェーディングとしても使えるので、ナチュラルな日におすすめ。こんな感じでチークとブロンザーの棚は終わりです。一番大変なのはハイライターかもしれん見て、だってこんなに綺麗なんだよ、これを捨てろって言うんだかよじゃあ出していきます。はい、出しました。これも大きさが大きめのものから入れていこうと思います。フーダービューティーの、クリームと、パウダーが3つ入ったハイライター、こういうパレットあまり持ってないカラーもユニークなので置いておきます。そしてもうポニーちゃんとマックのやつ、まあほとんどみんな知ってるかな、韓国のポニーちゃんのメイクアップアーティストだったんですけど、これはマックの、ホリデーのやつで、結構ねお仕事でもらえるやつはねもらえるんですよね。Oh my god. これはダズルハイライター。どうやって捨てろっていうの、こういうの。無理。これはウィスパーオブギルトのハイライター。これね、つい先寝たやつなんだけど。まあ、あまり使わないですね。これ欲しい子探します。セフォーラのゴールデンアワー。僕が大好きなアリエルのメイクアップアーティストがこれを使ってて、夕焼けがチークに照らすかのような感じの効果が出るので、すごくいいです。安いしね。これはドースオブカラーズとディズィとケイティのフエゴのハイライター。ゴールドのやつ。綺麗。これさっきのブロンザーと一緒で、これはモダンマーキュリーというローズゴールドのハイライターで珍しいんですけどジェフリースターのネフリーって言って、少しだけピンクが入ったあの発色のいい鏡で見ての通り使いましたあのね、ジェフリースターのね新しいアイシャドウ買ったので、ジェフリースターの動画作ります。これはトムフォードの最近買ったやつなんですけど、見てくださいこれ、はってもう濡れツヤって言ったらトムフォードです。なんか VDL のハイライターみたいなのあるんですけど、これ捨てます。これはね僕のコレクションの中で一番大切なもの、アレクサンダー・マックイーンとコラボのやつ。アレクサンダー・マックイーンは僕が大好きなデザイナーで、亡くなった時はめちゃくちゃ悲しかったです。これはねマックのウィスパー・ギルトが亡くなって戻ってきた時に、もうめちゃくちゃクレイジーになった時があったんですけど、まあ見ての通り使ってません、捨てます。アナスタシアとアムリージーのハイライター、これはみんな知ってるよね、ペールゴールドで使いやすい。ニックスの持ちハイライター、これねお母さんにねなんか買ったらっていう風に押されたんですよね、なんかわかんないけどでも全然使いません、色が使いにくいんですよね。なんかブルーとこれピンクに見えても、なんか少しこれもブルーが入ってるのと、こっちはね緑っぽくて、なんかそういうハイライター使わないので。スリークのやつも YouTube で有名になったんですけど、微妙でしたね。シアテのデュイスティック、これはハイライターというよりもワセリンっぽくてこう濡れてる感じを出すやつなんですけど、まあ使ってないですね、捨てます。ベッカのクリームハイライター、これニッキーの時に使って時に気がついたんだけど、クリーム系のって全然持ってないのでこれ置いときます。ソフト&ジェントル、個人的にはね日本ではねライトスカペードが人気だと思うんだけど、ソフト&ジェントルの方が僕は好きです。もう少しラメが多いかもしれないけど、お肌なじみがこっちの方がいいと思う。でもこれどっちもお仕事で必要なので置いときます。アラジンのハイライター、まあ欲しい子探します。デスコスにも2年連続出たんですけど、クレードポーのシャンペインポップ、
この際使ってないので捨てます。メイクアップフォーエバーのこれもアイシャドウなんだけど、スターリットパウダーの13番、めっちゃギラギラのだけど自然なハイライターが欲しい方はおすすめです。ルースなので気をつけてください。なんかいろんなサンプルがあるけどこれ全部捨てます。フィクシーのハイライター、これプチプラではいいんですけど、まあ使わないですね、捨てます。多分今までのハイライターで一番ギラギラ感やばいのがこのウェット&ワイルドのハイライターで、そんな風に見えないかもしれないけどマジですごいよこれ。これもらったのすっごい受けて、エスティローダーでおばあちゃんのためにパウダー買ったら、あ、今キャンペーン中なんだって言ってこのフルサイズのハイライタータダでくれたんですよ。で、一回も使ってないのでこれ使ってみたいと思います。エスティローダーのメイクアップってあんまり使わない。はい、フィンティ、これもまた動画作るときに出したいんですけど、これは綺麗。これはね、自分にご褒美の時に買ったんですよ。マックでちょっとお仕事を頑張った時とかに買ったんですけど、ゴールドの。もうディズニーでシンデレラが大好きで、でもシンデレラのお城が書いてあるカラーポップのハイライター見た時はめっちゃ嬉しくなりましたね。これいただき物なんですけど、 BT と BTS のやつ、これダメでしたね。マライア・ケリーとマック、見てこれ、見てこれ、もうふざけてるね、綺麗すぎ。トンフォードね、いちいち袋がついてくるんですよ、いらない。はい、メイビリンとニッキー・トゥトリオルズのやつ、ニッキーの動画使ったけどね、まあ微妙、捨てる。トゥーフェイスト、セーラームーン好きにはもうたまんない。ウェット&ワイルドのハイライター、見てこれ、プチプラとは思えないくらいの優秀さです。フェンティのクリームハイライター、コンフェッティとチリマンゴーってやつで、コンフェッティの方はねユニコーンのような感じで、チリマンゴーはもうトロピカルな感じのやつなんですけど、一見すごい色に見えて自然なのでおすすめです。これは違うハイライターなんですけど、これなんかおまけかなんかだったのでこれあげます、誰かに。カラーポップのクリームハイライター、まあ微妙でしたね。アーティストクトゥールの、これはマックダディっていう YouTube とインスタで有名な方のブランドのサンプル。はい、ザバームのメリール、これはもう言わなくてもいいよね。ビジシャンスフォーミュラの大昔のハイライター、多分人生で初めて買ったハイライター、思い出が深いんですけど、まあ捨てます。はい、そして最後がカラポップとマレフィセントのこんな感じで使いやすいハイライターの色。セーラームーンの買ったんですよ。もうその動画撮りたくて撮りたくて、もう早く届かないかなと思ってるんですけど、ハイライターの感じはこんな感じです。はい、もう一つ整理しないといけないのが、小さめのパレットの詰まったこの棚なんですけど、見ての通りもう溢れすぎて閉まりませんっていう感じで、これ全部整理していきます。こんだけ入ってたら閉まらないわけですよ皆さん。今度は逆に小さめのものから埋めていこうかな。あ、そうじゃないな、やっぱり大きいものから入れてきます。まずさっきのマレフィセントと一緒で、このアースラのキット買ったんですよ。ハイライターと口紅とリップグロスと。でもパープル系で使わなかったんですよね。これ全く未使用なので欲しい子探します。マックのコントアキット、お仕事で必要なので持ってきますね。見ての通り僕はアワーグラスのこのパレットが大好きです。毎年コレクトしてるんですけど、これが一番新しいやつで、この透明のパケがね、もうたまらなく大好きで、これはね、どっちも去年の2つ出たんですよ、去年は。こちらもっとゴールド系で、ね、こっちはもうちょっとデイライト系感じなんだけど、このマーブルとかさ、見てこれ、あーかわいい。ライムクライムのヴィーナスパレット、もう少しピンクな感じで、アジア人にもね、すごいお花なじみのいい色が多いので綺麗です。フーダービューティーの偽物なんです、実はというと。これどちらもね、5ドルくらいで買ったんですよ。でも本物が持ってるとこれ微妙でした、やっぱり偽物は偽物でした、捨てます。これはね、インスタの大事なお友達にいただいた BD で言えるやつです。マックのアートライブラリー、これも。はい、でマックのパレット、これハイパーリアルグロー、これは金のやつで、多分マックのハイライターなんかでもトップに入るくらい好きで、これもね、いただいたやつなので色が合ってないのでこれはあげます。マックのね、このシリーズダメ、ゴミ。パッドムグラス、これね、あんまりね、まだ使いこなせてなくて、こっちのブルーのやつはね、アダム・ランバートが使ってるのを見て、あー見てこれ、特にこのグリーン、やばみん。はい、アワーグラス、もう一つ、チークのパレットも出てました。なんだかんだ言ってね、チークとシェーディングでね、一番好きなのがこのトゥーフェイストのスイートピーチグロー。ハイライター、チーク、ブロンザーと全部入ってて、ウェット&ワイルドのアイシャドウ、ウェット&ワイルドのね、動画作ろうかなと思って買ったんですけど、まあダメでしたね。カイリーのアイシャドウ、ベスコスに出てました。未だにカイリーのアイシャドウは一番好きです。マックのスミッツイートタイムズナイ、これはアーティストの方には必須ですね。もう必要なマットの色全部入ってます。クリスマスコフレのマックのやつ、これはあげます。あまり使わないこの色。こちらのやつも、まあ、あんまり僕のお肌に合わないですね。これもあげちゃいます。はい、キム・カダッシャンとマリオのパレット。これね、やっぱりね、カイリーのやつに比べたらね、劣るよ、やっぱり。色もね、微妙。
残念だけどあげます誰かにこれっていうかねお母さんにあげる。メイカフォーエバーのクリーム、これ廃盤になってるんですけど、これもアーティストの方には必要です。シェード&ライトアイキャットボンディ、これもねあまり灰色のやつとか黒とかこういうミューテッドブルーっていうのかな、こういうのないので置いときます。エルフのアイシャドウ、まあ捨てます。これどっちもお母さんがくれたんだ。ピロトークのやつとザ・レベル、どっちもシャーロット・ティルバリーの。あんまりね実験してないんだよね、あんまり時間がなくて。はい、大好きなミシェルファンの M コスメティックスのディヴァイン・スカイズ、あーすっごい綺麗、これも夕焼けのような感じの色です。アラジンのパレット、これもまあ個人的には使わないですね、お母さんが好きかな、聞いてみる。はい、フーダビューティーのパレット、アーティスティックなメイクアップした時に便利なんですよ。ブルーとグリーンともう少しトパーズ、これ黒人の方にメイクしたい、これ絶対似合うよ。でグリーンのアイシャドウ大好きなんですよね。昔エビちゃんがグリーンのアイシャドウしてるコマーシャルがあったんですよ。それもまたね20年くらい前の話、みんな知ってるかな。それ以来大好きなんですよグリーン。でウェスタンワイルドのこれ安かった割にはパフォーマンスすごく良かったし、メイビリンの超綺麗じゃない、ホリカホリカのイルキーの、まあ色的には使わないですね、他にいっぱいあるので。ペリペラのダルダルファクトリーって可愛すぎかよと思って買ったんですけど、発色自身はね、とかラメも微妙でしたね、捨てます。これもコレクターズアイテムです。あとリアーナとマックのもう全然買えない、もう昔のやつなんですけど置いときます。これもさっきの初めて PR でもらったシグマのアイシャドウなんですけど、シグマのアイシャドウダメだね、全然ダメ、これもうこの際捨てます。これふざけてると思わない、なーずさやばいよね、これふざけてる、マジでふざけてる。 BH コスメティクスとシャネクソ、シャノンね、これ口紅のセットとアイシャドウのセットなんですけど、もうシャノンはね大好き、みんな YouTube 知ってる？シャノンこれ見てみて、 SHAANXO っていうチャンネルです。シャノンね自分のブランド持っててブラシとかも売ってて最近買ったんですけど、めっちゃくちゃクオリティ高いです。もう白宝堂のブラシよりこっちの方が好きかもっていうものもあります。メイカフォーエバーのアイシャドウは正直なこと言うね、マックより好き。メイカフォーエバーの動画はね何個かあると思うのでチェックしてみてください。パフォーマンスレベルは、ね、すごく高いです。アメリカに行きますとかセフォーラに行きますっていう方におすすめで言うのがこのタートのタルトルト、これアナスタシアからもらったあのやつなんですけど、まあ必要になると聞かれると思うので。 ET と BTS、 まあこれもさなんかおもちゃっぽいよね、やめときます。はい、これはトムフォードのヌードディップのアイシャドウ、この2つねハイライターとしても完璧、これハイライターのとこに入れておきます。はい、これはヴィクトリア・ベッカムの、第2弾の時のアイシャドウのやつで、ランウェイとかでみんなグレーのアイシャドウとか使ったりするんですけど、そういうグレーってなかなか売ってなくて、ヴィクトリアがこのパレットに入れてくれたんですよ。ニックスのコントアパレット、プチプラとしてはめちゃくちゃいいですね、プチプラ用に置いておきます。モルフィーとジャクリン・ヒルのこのグリーンのやつ、あまあダメね、捨てます。アナスタシアのモダンルネッサンス、これはね捨てる理由ないよね、みんな知ってるよねこのパレット。 KKW ビューティーのコントは嫌いじゃなかったけど全然使ってません、捨てます。はい、カラードレイン、これはまたプロのアーティストさんだったら必要です。あのレインボーのパレット、ジェームス・シャールズの動画で使いました。でこれがプチプラバージョンのニックスマンのレインボーのパレット、もうカラードレインがあるので捨てます。はい、パトリック・スターンのやつ、まあこれも捨てます。そして桜のアイシャドウ、これは使いやすい色がとっても多いので、でも個人的には使わないですね、これもお母さんに聞いてみます。はい、という感じで小さめパレットの棚はこんな感じで綺麗にすっぽり入るようになりました。はい、こちらの大きめのパレットが入ってるやつなんですけど、これは基本的に捨てません、これはプロのアーティストとして必要なものがばっかりなので。はい、ここは基本的にちょっとスピードアップで見せたいと思うんですけれども、このパレットたちを捨てない理由は、フリーランスでメイクアップしている方はわかると思うんですけれども、必ず皆さんのお話に合ってたりとか、みんなの要望に応えられるようにいろんな種類を持ってないといけないので、この子たちはみんないつも助けてくれる天使ちゃんです。はい、今日も断捨離に付き合ってくれてありがとう。なんか今日はねキラキラするものとか多かったからすごいワクワクしたと思うんだけど、またいっぱいコスメが揃ったらまたコスメの整理一緒にやりましょう。はい、そして終わる前に5月10日母の日を目標に登録者数を10万人目指してます。もう少しでもう5万人で目標の半分です。なんかめちゃめちゃ嬉しいです。本当にみんなありがとうございます。それじゃあまた次の動画で会おうね、バイバーイ。